ハードオフ、青バッからお宝探す、アンマンイヤホン。どうも、アマンちゃんでございます。今日のアマンちゃんですよ。今日のアマンちゃんはね、ネット越しにね、イヤホンが見えてるんですけど、あ、こっちから行けるじゃんっていう感じになってね、ネットの中に入ってきました。そしてね、イヤホンを取るなと、これはね、私のだと、そういう感じのアマンちゃんでございます。ね、決してね、強く噛まないんですよ。壊したりしないんです。甘噛みでね、優しくね、遊ぶんです。だからね、フェレットって結構ね、頭いいんですよ。それがね、可愛いところでございますね。それでは本編スタートです。どうも、ちーさんでございます。元気ですか？このスクールバッグもね、おなじみになってきましたね。どこがって感じ。まあね、あんまり興味のない妖怪ウォッチメダルね、今日もやってきますよね。みんな興味ないでしょ。私はね、すごい興味津々ですよ。何が出るかな。やった。やったね。ね、欲しい人連絡ください。それでは今日はハードオフでございます。ハードオフのジャンクですね。それではやっていきますよ。最初の1本目はこちら、鉄拳ダークリザレクションですね。合ってるかな。購入価格110円ですね。駿河屋の再利安値で300円くらいかな。PSP のね、鉄拳の中でも、なんて言うんですか。どんな感じなんですか。それは、俺が説明しろって話なんですけど。まあ、鉄拳5になるのかな。それの、まあ、PSP 版っていう感じになりますね。鉄拳アドバンスから5年ということでね、ウィキペディアに書いてありますよ。皆さんは誰が好きですか？私はね、やっぱりこの風間明日香かな。かっこよくないですか？あとはパンダかな。パンダです。かわいいよね、パンダね。ディスクのケースには傷があるんですけど、ディスクの方には傷がないですね。まあ、これで100円ならいいかな。鉄拳でございました。さあ、次ですね。ビブリボンですね。PS ザベストのやつですね。ちょっと汚いかな。これね、意外とちょっと高くなってて、昔はね、もうちょっと安かったんですけど、今ね、結構800円以上すると思います。ちょっとこのゲーム変わっていて、音楽 CD を読み込ますことによってね、波形が出てくるんですけど、その波形をね、うまくボタンを押すことによって乗り越えていくっていう、そういうゲームです。ですからね、まあいろんな、音楽 CD を読み込ますことによってステージが変わるという感じですかね。まあこのビブリっていうね、この主人公のウサギみたいなやつ、これがね、進化が4段階あるのかな。スーパービブリっていうのがね、ビブリから1個進化した感じで、あと退化した感じのやつがね、ケロビブリっていうのと虫ビブリっていうのがあるみたいで、まあ、だんだん退化していくとね、最後ゲームオーバーと、そういうような感じのゲームみたいです。これね、福袋に一回出たと思うんですよね。だけどね、ちょっとまた人気が出てるというか、ちょっと値上がってきてる一本でございますね。
まあ、ジャンクボックスに入ってたらね、綺麗だったら買った方がいいかな。次はですね、シルバーカオスですね。こちら、Windows 用のソフトなんですけど、購入価格110円。Amazon 価格で436円だったかな。こちらね、BL ゲームです。18禁の BL ゲームです。これはね、BL 好きな人がね、いるんで、その人にプレゼントしようかなと思ってます。110円のね、BL ゲームです。中もね、ちょっとこの表面はね、くちゃっとしてるけど、まあアイロンかければビシッとするかなっていう感じのね、ちょっとふにゃっとした感じです。あとカードなんかもね、入っていて、他が状態いいんで、買ってきました。ね。ほら、こんな感じです。BL です。BL ですよ。なので、BL 好きなね、方に、これをね、プレゼントしようかと思います。まあ、全部男なのかな、出てくるのが。よくわかんないけど。なんかファンタジー系の BL っぽいっすよ。全然意味がわかんないけどね。まあ、なんかね、書いてありますけど。まあ、行方不明になったね。兄のように慕ってる人をね、探しに行くっていうゲームらしいです。お姫様なんか出てこないですよ。BL ゲームですからね。さあ、こちらの傷ですね。傷鑑定士3級のね、新さんがね、やっと仕事しましたね。さあ、こちら、まあ、誰かにあげます。次ですね。聖剣伝説、ヒーローズ・オブ・マナ。こちらね、購入価格110円、駿河屋価格400円ですね。このゲームね、やったことないんですよ。聖剣伝説がほとんどやったことないんですけど、このゲームのね、なんか雰囲気、雰囲気で語っていいのかわかんないんだけど、パッケージの雰囲気がさ、すごく好きでさ、これはちょっとやってみようかなって思い始めてます。ただバトルがタクティカスなのかな。タクティカスバトルっていうのはちょっと苦手なんですよ。まあタッチペンで操作するみたいだからどうなのかなって感じなんですけど。これどうですか？面白いですか？ちょっとやったことある人ね、教えてほしいんですけど、やらない方がいいよっていうのか、ね、ぜひやった方がっていう声が大きいのか。で、これね、前回、壊れてなかったんじゃないかという疑惑のね、3DS ですけど、こちらで動作確認していきますね。さあ、どうかな。行くかな。あ、認識しない。マジか。なんてこった。どういうこった。もう一回ね、入れ直してみます。お、来ましたね。バッチリでございます。さあ、こちら。オープニングどんな感じかな。スクエア・エニックスですよ。うお、綺麗。すごい。あ、DS のゲームってこんなにすごかったっけ。最近ね、ま、なんて言うんだろう。レトロゲーム系が多かったんで。でね、以前分解して、調子が悪いって言ってたんですけど、今はなんかすごい調子いいですよ。バッテリーも交換してね。
まあ壊れてなかったのかもしんないけど、いやすごいわこれ。なんて言うんだろうね、ちょっとねプライベートで遊ぶのはね、やっぱりちょっとドット絵系のゲームが多かったんですよ。だけどこれはもうアニメだよね。まあ実際 CG アニメがねオープニングで流されてるんでしょうけど、それにしても綺麗だよすごいよね。うわ、大丈夫か今の。なんて羨ましい。うわ、すごいね。いやこれはすごいよ。これ面白そうでしょ。オープニングしかちょっとまだ見てないんだけどさ、ぜひやったことある人、何度も言いますが面白いですか、面白くないですか、教えてください。以上、プニでした。うわ、かっこいいよなこの出方とか。というわけで無事動きました。聖剣伝説ヒーローズマナ、合ってるね、こちらでございました。で今回買ったのはねこの4点ですね。ジャンクボックスの中でもね初めて見た感じのものばかりだったんでね、ちょっと満足してますというわけでまた会いましょう。今日もね見てくださってありがとうございます。よかったらねチャンネル登録コメント評価いただければ嬉しく思います。またね、ジャンク品などね探してきたらこうやって紹介いたしますんで、これからもよろしくお願いします。